相手国を攻撃することができる、米国と一緒になって攻撃をする、そのことが議論になっているわけではありません。まさに先制攻撃と、そして国民主義というのは、まさに国民たちだったことはお分かりいただけるかと思うんです。その意味で、日本共産党がこのような危険な動きに対して反対をする、これは今年で私どもを生まれて100年、党を作って100年、まさに反戦平和の党として戦い抜いた、その歴史と伝統にかけて、この憲法を改悪し、先制攻撃と国民からこのやり方に対して、多少のから戦うことができる人だということに、国家の選挙の意義があると思います。だから、西村さんもその候補には、憲法9条を守り抜く外交、そしてロシアの侵略と反対、国際的な世論の力でそれを抑えていく、このことが勝ち取っている唯一の候補だなということをお分かりいただけるんではないでしょう。だからこそ、平和の狙いを込め、そしてロシアのウクライナ侵略に反対するそのお声を西村さんに託していただきたいと思ってやってきました。私が日本共産党国会対策委員長、衆議院議員の国田圭司です。ご起立。国家を招いたのは明らかではありません。この上に
戦闘数を減らす、そして本日同様436の総合戦闘数、そんな高さならせいじゃありますかね。しかしこの場合について戦い続けていたのは日本共産党です。だからこの総合戦闘数を超えているように総務省は次にその乗務者総配合という方針を転換せざるを得なかったではありません。戦いが変わるということを示した。しかも今回ね、その病院の統廃合について待ち望むと訴え続けたのは日本共産党だけではありません。この共産党が国民の医療を守れ、そしてコロナの解放として述べる公衆衛生の拡充、医療体制の拡充、ケアの拡充、このことを訴えてきた市民運動がまさに新しい規模を築いたということではありません。ここに当たるのは地元の政治を支えることができる国民の皆さんと手を携えて運動すれば十分変わるということを示していくべきではないでしょう。この点でも日本共産党というのは市民の皆さんと腕を掛けて政治を変えると国民が主人公の党だってことがお分かりいただけるかと思っています。だからこの党の主張をここに今日持ってきましたけど、広報には公開に暮らし守る現状を西村さんへということが書いていまして、そこには社会保障と教育予算の充実をこう書いています。ですからそのことが今私たちが単にスローガンを掲げるだけじゃなくて運動で新しい一歩を築く、そして国民の命を守るために戦う、そのことが日本共産党の立党の精神だからこそ今日見事に開花しているということだと思っています。その党の代表、まさに共産党の代表者として一貫して命と暮らしを守り、それだけ平和のために取り組んできた西村さんをその党の代表として押し上げていただきたい。この党の勝利が新しい政治の流れを作る、そのことを訴えに上げました。私が共産党国会対策委員長、衆議院議員と国家検事でした。ありがとうございます。大きいあとテストだと私、共産党国会対策委員長、衆議院議員の国家検事です。まあ、今日ことをお見せいたしました。私どもも、この選挙は本当に総力戦で挑んでおります。日本共産党が今お話ししたのは、やっぱり大きい。反戦平和の党がこのことに対しての皆さんのお気持ちを隠していただきたい。そして今お話ししたのは、二つ目にお話ししたのは、何といっても共産党が暮らしを守り、命を守る、そのことのためにとことん頑張っていくそうなということを、国民だけ言いますと、政治とかねって問題も、日本共産党は、このことにかけては皆さんもご協力を求める、本当に魅力のことになっていることは、非常にかと思っています。何せご当地ではいろいろ話題がありまして、全国商工組合の山、補助金不正事件に関わる問題の疑惑があり、この岩室の渦中の人が候補者としてもあり、この団体から5年間で4年前をもらうということになっています。ここでです、やっぱり首相も首相なら候補者も候補者ということは言えるんじゃないですか。だって皆さん、あの総理大臣は中止の出席です。河合克行アンチ不快というのは1億5000万からの巨額の買収を行った人物で、しかもその原資、お金は皆さんの懐から出てきて1億2000万を政党助成金から出した。あの総理大臣は総裁副
総理になる前には自民党執行部に対して真相明らかにしようと迫った人でしょ。だとしたら自分が総理なり総裁だったんだったら真相明らかにすることができるじゃないですか。真相を頑張って読み込んでいるのは総理大臣。その上、私が住んでいる京都では1億数千万に及ぶ選挙買収、国会議員に立候補しようと思えば市会議員、市会議員の数にふさわしいような1人当たり50万円のお金を担保せなあかんと。直接の市会議員、市会議員、国政の1人に50万円ずつ渡せば、これは選挙に入った自民党の本部を通じてマネーロンダリングして使えるわけです。このような悪質なことをやっているのは自民党ではありません。この問題の原因も政党助成金です。国民から税金を分けられて、それを選挙買収に使う、政治をお金にかかる、その疑惑に対して断罪金を取ることは許せない、私は思うのですが、いかがでありましょう。私どもの日本共産党は常にそのお金、お金で政治を委ねるというポストにある政党助成金の廃止法案を出しています。ですからぜひこの問題で身を警備しようという心持ちがあるんであれば、政党助成金廃止法案に賛成をし、そして政治と金の癒着を阻むことが求められていると思っています。今日は私、共産党国会議員対策委員長、衆議院議員が今ちょうど壇上に上がりました西村博之さんの応援に上がって、最初に戦争と平和の問題、2つ目に暮らしの問題、政治と金の問題、3大話を事前に少しお話しさせていただいたここです。ほな、ご議員西村頑張れ、頑張るぜ、はい、エルダーご周辺の皆さん、ご通行中の皆さん、まもなく17時より日本共産党演説会を始めさせていただきます。お話しさせていただきますのは、今回石川選挙区参議院補欠選挙の候補者で頑張っております西村博之、そして本日応援で駆けつけていただき、先ほどもたくさん喋っていただきました国田誠二衆議院議員お話しさせていただきます。どうか5時までしばらくお待ちいただきますと同時に、ご通行中の皆さん、しばらく足を止めていただき、お耳を貸していただきますようにお願いを申し上げます。まもなく17日から日本共産党西川選挙区補欠選挙勝利を目指します演説会始めさせていただきます。どうか足を止めまして、お耳を傾けていただきますようお願いを申し上げます。まもなく17時より演説会が始まります。ご近所の皆様方にはいつもお世話になっております。残り選挙戦3日となりました。最終盤ありがとうございます。最終盤の訴えをさせていただきたいと思います。日本共産党演説会17時まもなく始まってまいります。どうか足を止めてお耳を傾けていただきますようにお願いを申し上げます。17時から日本共産党演説会を行います。どうかお聞きいただきますようお願いを申し上げたいと思います。
中の皆さん、こんにちは。お仕事終わりの皆様、お疲れ様です。日本共産党演説会、17時からあります。ぜひ足を止めてお話聞いていただきますようお願いを申し上げます。本日は選挙区補欠の補欠候補者西村博氏並び、今日は国会から国田刑事衆議院議員、国会対策委員長が駆けつけております。たっぷりお話をさせていただきますので、ぜひとも足を止めてお話を聞いていただきますようお願いを申し上げます。雨が少し降ってまいりましたので、ぜひ屋根のあるところで聞いていただきますようお願いを申し上げます。まもなく17時より始まります。よろしくお願いいたします。もうちょっとかな、まだやね、あと2分ほどお待ちいただければ幸いです。17時まもなく日本共産党演説会が始まります。ぜひとも足止まって、初めての方もまた聞いていきたいという方もぜひ日本共産党演説会、今のロシア・ウクライナ情勢、そして国会での議論など私が盛りだくさんでございます。ぜひ足を止めて聞いていただきますように願いを申し上げます。まもなく17時から日本共産党演説会が始まります。ぜひと足を止めて非常にお願いを申し上げます。M 座ご周辺の皆さん、お疲れ様です。まもなく17時より日本共産党演説会を行います。ぜひとも足を止めて聞いていただきますようお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。なおこの演説会は YouTube でも発信をさせていただいております。ぜひお手元にスマホございまして、 Twitter、Facebook、LINE などで拡散ができる方はぜひ今のうちに拡散をお願いいたします。 Twitter アカウント西村博氏でご検索いただき、今回のありがとうございます、もうすぐ始まるんですね、 YouTube 拡散をいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。はい、それでは17時となりました。お集まりの皆さん、ありがとうございます。ご通告の皆さん、お仕事終わりお疲れ様です。ただいまより石川選挙区参議院補選勝利を目指す日本共産党演説会を始めさせていただきます。本日は西村博氏候補と応援で駆けつけていただきました国田刑事衆議院議員が訴えます。ぜひご通行中の皆さんもお耳を傾けていただきますようにお願いを申し上げます。本日司会を務めさせていただきますのは、私金沢市議会議員の広田美代です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、投票日まであと残り3日となりました。はい、では広田候補は元気に各地で訴えております。まずは参院候補の西村博氏より訴えさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の参議院候補西村博でございます。いよいよ日曜日が投票日です。県民の命と暮らし、日本と世界の平和を守るため最後まで頑張ります。どうか皆さんの大きなご支援をよろしくお願い申し上げます。さて皆さん、ロシアによるウクライナ侵略、本当に許せません。明らかに国際法、国連憲章違反の侵略であります。
たくさんの子どもたちが本当に犠牲になり、女性を含む一般市民の方も犠牲になり、人道上も本当に許されない戦争犯罪、そしてプーチン大統領は核兵器の使用まで公言します。本当に許せません。改めてロシアは直ちにウクライナから絶対に出よう、この声を強く上げていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。さて皆さん、日本の中で危険な動きも出てまいりました。岸田首相はだから日米軍事同盟を強めるとか、敵基地攻撃能力を保有しよう、こういうことに憲法9条も変えると、こういうふうに言い出しております。本当に危険です。皆さん、ロシアの問題があるからといって今日本が力対力、軍事対軍事、こういう道に踏み出せば行き着くところは戦争です。これでは命は守れません。今日本がなすべきことは、憲法9条を生かし粘り強い対話で東アジアに平和の地域を広げていく、その努力ではないでしょうか。皆さん、さらに重大なのは安倍元首相や日本維新の会、こういう人たちはだから日本も核兵器を持とう、アメリカの核兵器共有しよう、こういうことまで言い出しております。本当に重大です。今日本が核兵器を持つというこういう議論自体がロシアへの批判を弱める、自らプーチン大統領と同じところに同じ立場に身を置くことになってしまうのではないでしょうか。皆さん、日本の憲法にも非核三原則にも違反します。皆さん、今世界の核兵器一発でも使われることになれば、あの広島長崎をはるかに上回る大事な惨事となり、被爆者が再び溢れてしまいます。皆さん、唯一の戦争被爆国この日本で再び被爆者を生むような、こういうことは絶対に許すわけにはいきません。核兵器と人類は共存できません。核兵器で戦争を抑えることもできません。核兵器はなくす以外にありません。今世界では核兵器をなくそうという大きな運動です。2017年国連会議では122カ国の賛成で核兵器禁止条約が採択をされ、今国際法として発効しております。日本共産党の代表もその場に立って発言をしてまいりました。しかし日本政府の代表の姿、そこにありませんでした。日本は未だに核兵器禁止条約にサインもしなければ批准もしないというふうに、被爆者の皆さんから強い怒りの声も上がっております。ですから皆さん、今回の選挙、日本の進路が問われることになりました。憲法9条を生かし平和外交に踏み出し、核兵器をなくすそのイニシアを発揮する国にするのか、それとも憲法9条を投げ捨てていよいよ軍事対軍事の道に踏み出し、核兵器も保有し選挙戦争を準備するそういう国になるのか、これが問われております。どうか皆さん、9条を守れ、戦争するな、平和を守れ、核兵器はなくせという皆さんの願いはこぞって私、日本共産党の西村博氏にお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。皆さん、暮らしの問題も大変です。今物価がどん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 上がり、年金は下がるわ、給料は上がらないわ、何とかしてほしい、こういう声をたくさん聞いてまいりました。日本は新自由主義の名のもとに、私たちには自己責任が押し付けられ、政治の方では労働法制の規制緩和で使い捨て労働が溢れ、社会保障は連続して削られて、消費税は連続して上げられて、結局日本はもろくて弱い経済、成長ができない日本になってしまっているじゃありませんか。岸田内閣も同じであります。私はここを改革したいと思います。
消費税 5% の減税です。今世界はコロナで本当に大変、しかし多くの国で減税は行われております。日本で 5% 減税になれば、本当にコロナで苦しむ皆さんの生活の支えにもなります。地域経済の活性化にもつながります。財源どうぞ。財源は何より、この間のアベノミクスで大儲けをしてきた大企業や富裕層、多くの負担をしてもらって財源作ります。この改革をやらせていただきたいと思います。二つ目には賃上げであります。派遣労働、非正規雇用が増えて本当に貧困と格差が広がりました。何よりも私は正社員が当たり前のルールを作り、最低賃金も1500円に引き上げていく、これ実現したいと思います。そのためにも今大企業が持っている470兆円近い内部留保、溜め込み金毎年増えております。この内部留保に一時的に税金かけて賃上げの財源作ります。中小企業の賃上げ、医療、介護、保育の病床を充実させていきたいと思います。医療の現場は本当にコロナで大変になっております。やむなく救急車断ったら、こういうお話もお聞きいたしました。この医療の現場はしっかり支えていきたいと思います。そして秋に始まります75歳以上の高齢者の医療費2倍化、これは中止をいたします。そして病院のベッドを減らしていく地域医療構想、これもきっぱり中止をさせて、医療をしっかり守っていきたいと思います。年金はまず選んで年金を実現していきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。皆さん、日本共産党は国民一人一人の暮らしを支えて、そして安心して住み続けられる、その地域を作っていく、このように優しく皆さんの本当に大切にしていく政治を行いながら、その皆さんの手によって経済も支えていただく、強く優しくて強い経済の実現を目指して頑張ります。どうか皆さん、今度の選挙、命守れ、暮らし守れの皆さんの願いはこぞって私西村博士にお寄せいただきたい。そして平和を守れという皆さんの願いもこぞって私日本共産党の西村博士に賜りますよう、重ねてお願い申し上げまして訴えとさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございました。ただいま伺いましたのは石川市補欠候補の西村博士本人でございました。続きまして、本日応援に駆けつけてくださいました徳田誠司衆議院議員、党では国際対策委員長を務めております。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。紹介いただいた共産党国会対策委員長衆議院議員の徳田誠司です。先ほど事前にお話としましたから、大体私が話をする内容はお分かりかと思います。そこで少し私は何で来たかと、私は先ほど述べたように京都に住んでおります。石川県から排出された有名な私どもの先輩は谷口善太郎さんです。能美市の明け町のところで生まれ、そして京都で共産党の衆議院議員として活躍をし、私がその後継者でもあります。だから来たということであります。そして今度の選挙は全国から注目をしている、だから各党がそんなの選択でこの戦いに挑んでるってことをお分かりいただけると思います。自民党も、そして他の党も党首が来られているし、私どもも小池書記局長、市田副委員長、井上参院国対委員長、上智子参議院議員、
思います。だから今度の選挙は初めての国政選挙として岸田政権に対する審判を下す選挙だということが一つで、二つ目にどの候補者が、そしてどの党が今日の戦争とも平和を取り組む問題で、さらには命と暮らしが脅かされている問題で、国民の全ての国に立つことができるとか、政党全ての国の選挙として戦われていると思います。そこで私が先ほど述べたのは、何と言ってもこの選挙にあたっては何を基準に考えるかということの一番に、ないしは二番に上がっているのが選挙公報と選挙管理委員会の資料では出ています。ですからぜひ皆さんに訴えたいのは、選挙公報をご覧になっていただきたい。それを比較すればどの党が何を言っているかということをよく分かると私は訴えたいのであります。そこで、簡単に言って、この西村さんが訴えている最大のポイントは、ロシアのウクライナ侵略反対、まさに全国民、全県民が心を痛めている問題について、きちんと本望性を訴えているということであります。そして、それを解決する際に、日本が戦争と平和という問題が問われているときに、憲法9条を生かした平和の道を歩もうということも訴えている、ただ一人の候補者だということであります。そして、同時に、このことでお分かりのように、この5つの暮らしを守る方策を出しています。その中に、しかも原発の廃炉、この問題も、そして暮らしを守る上で、やはりみんなで力を合わせていくということを私たち日本共産党の立場であります。先ほどもお話がありました、社会保障を拡充するって問題であります。私どもは先ほど少し皆さんにお述べしましたように、新自由主義の下で労働法制の規制緩和と同時に、医療や公衆衛生、これが脆弱にされたっていうところが新自由主義の最大の欠陥の一つでもあります。でそれをさらに進めようというのが今の政府があって、このコロナの下でさらに病院をベッドを減らし、さらには病院の統廃合を行おう、この石川県でもその対象がならずとされています。こんなことまでしようとしているのが政府自民党です。これに対して日本共産党は病院の統廃合を
一時攻撃能力を保有と。これはあんまり先制攻撃に見られるから言葉を変えよう、こういう補足なことをするかよと。しかもこの敵基地攻撃能力保有というのは安倍前総理が言い出し始め、言い出しっぺになって、さらにこれを加速させたのは岸田総理大臣が今回の答弁の中で敵基地攻撃能力保有というものあらゆる選択肢を解除しないということを次々と議論が再現なく動いているわけでしょう。そして果ては敵基地のだけではなくて爆撃をする、さらには指揮系統の中枢を破壊をする、さらには指揮系統だけでなく中枢を破壊するというまで言ってるではありませんか。これは憲法が禁ずる戦争でなくて何なんですか。憲法が禁ずる攻めを取ろうとしてこれを戦い抜くということであります。私どもの新聞赤旗をぜひこの機会に呼んでいただければと思ってるんですが、何年のことを言うかというと、私が今日の一面を飾っているからでもあります。私が明らかにしたのは、実は防衛省並びに自衛隊はグレードといういわば安保法制のもとで戦争の事態に至らないまでも危険な状況である、そういうグレードの事態のもとで報道、そして反戦でもこれらがテロと同じそういう敵視をしているというところにあります。国民の運動を敵視をしている。考えますとゼレンスキー大統領は全世界の国民に対して反戦でも呼びかけた、まさに世論を結集し国民的な社会的な運動で抗議するということを一方では訴えているわけです。まさにその反戦でも敵視するということを自衛隊と防衛省はずらっとひた隠しにやってきた。2020年の2月4日記者勉強会でそのことがあまりにも反戦でも敵視するのはおかしいんじゃないかと指摘を受けて、翌日にそれを修正し前の文書は廃棄したとこうあったわけです。ところが廃棄したのではなくて、自衛隊陸上自衛隊のトップ岩佐さんが陸幕長として全国でさまざまな公演の資料として使っていたということが明らかになる。つまり防衛省や自衛隊が国民の反対でも敵視し、報道を敵視し、しかもそれが敵の策略だとしているところに問題があるわけです。皆さん、これはロシアのプーチン大統領が国民のこの報道の自由を規制し、反戦デモを敵視する宣戦攻撃とうちに抑圧と人権、まさにプーチン政権と同じ姿
ません。ですから被爆者団体協議会被団協は声明を発して日本維新の会が行う発言提言を行ったこの核戦力共有論というのはまさに日本を核を正常にするものだ、排除とかせるものだ、撤回を求めると、この命を本当に大切にする立場から被爆者の切なる願いを込めて訴えていることは私たちの共通の思いではないでしょうか。ですからこのことを訴えると日本共産党を果たしていただきたいと思っていると思うんです。ロシアは共産党の新政府参加冗談ではないです。このロシアが旧ソ連の時代から日本共産党に対する攻撃を行って党を乗っ取ろうとした動きに対して堂々と戦い抜いた党が日本共産党ではありませんか。しかも日本共産党の本部、これがソ連共産党の本部と戦っただけではありません。原子爆禁止運動に対する干渉、友好運動に対する干渉、これらに対して堂々と日本共産党の一番の手口である草の根で戦い抜いて、日本共産党の支部や共産党の後援会雨で戦い抜いて、そのことをぜひお伝えいただきたいと思うのであります。一種独立の党、この党が今中国に対してもロシアに対してもどんどんと戻ることのできる党だってことを皆さんお認めいただきたいと思っているところであります。そして二つ目に、皆さん先ほど述べたように今命と暮らしがほんまに大変です。何人でも方のコロナ対策後手後手です。だって皆さん第6波でも亡くなった方がすでに第5波の数万になっているという現状を見てもどれほど大変な事態を作り出したかということは明らかではありません。その時に今大切なのは先ほど憲法の精神に触れました。今医療や介護や福祉を充実させること、そのことの支出自身が経済的効果をもたらす、これが私たちの経済論でもあります。そして先ほどお話しあったように賃上げを行う、そして消費税 5% への減税を行う、さらにはジェンダー平等、気候変動に対して危機に立ち向かう、そして暮らしを支援する、そのために今第3波の時に行ったように少なくとも政治が支援を行う、暮らしと栄養を支えるための支出を行う、そのことが必要ではないでしょうか。そして同時に私たちは今気候危機に立ち向かう上でも原発を廃炉にする、そのことを掲げている唯一の党でもあります。この点もぜひ皆さんこの私に指示したこの候補を見ていただければしっかり地下と書いています。地下原発廃炉地下と書いている、この西村さんを果たせていただきたいと思っているところであります。それで今日私持ってきたんですけども皆さんにお知りしたいのはこれです。赤旗です。日曜版です。自民党政務官が経産庁に圧力、これが皆さんも承知の通り当時の政務官が全国商工会この不足金の申請を行う際に不正なことを行ったと疑惑が持たれ、その団体から予算版もお金をもらうことは明らかで、金で政治を歪めたのと違うかという一番が一番
会議員がおるんですよ。48×2は960ですよ960は、それを振り込んでるわけですよね。1440すれば、これは 48×3 なんです。つまりこういった形で明らかにこの議員のために金を放り込んだというのは、それは誰が見ても明確ではありません。問題は次なんです。それが税金の税金で賄われているというところに、その次の政治が動いているという疑惑を解消するということは、真相究明するということは、政党としての最低限の仕事なら大事でしょうか。最低限の仕事をできないような人に政治を担当することができないと私は思っているところです。最後に皆さん、今度の選挙、私たちは党を独立して100周年というところで迎えています。先ほどお話ししたように、日本共産党はこの党の歴史の中で皆さんとご一緒して暮らしを守るために、そして生活を守る離党の精神として住民の苦難と経営、このために戦いに行ってまいりました。そして同時に反省平和を貫いてまいりました。100年間、私ども四条の担当にとって順風満帆の時はほとんどありません。そんなのに苦難と連続ということができるでしょう。しかし今年の新春の会談で登場していただいた東京大学の本田さん、C さんとの会談の中で、まさに諦めない、そのことを政策的提案を次々と行ってきた、それらのことを貫いてきた、その道があってことをおっしゃっていただきました。日本共産党は名前を変えたらもうちょっと前進できるんちゃうかと善意の方々もいらっしゃいます。しかし100年間名前を変えてきたこの方々とはどこにあるか、日本共産党とした何がありませんか。それはなぜ変えなかったのか、変えることなく皆さんの前に堂々と出ることができたんです。他の党はどうか、あの侵略戦争の時に侵略戦争に協力をし太平洋艦隊に合流していた、だから戦後の民主主義という新しい時代に昔の名前で言うことができなかったのではありませんか。日本共産党は一貫してテーマの党であり、民主主義守り抜く党であり、自主独立の党、覇権主義と戦うことのできる党だ、この党だからこそ皆さんに選択をお願いします。平和を願う、あなたの一票、そして命と暮らしを守ることを願う一票、そして徹底的に政治を支援しようと、その願いを込めた一票は西から最初の話題を流れて、この党創立100年という新しい時代に西川からその前進の泥しを挙げたという結果を出していただきますように重ね合わせてお願いをして、私の第2の日におけるチャレンジをさせていただきます。ただいま伝えましたのは、本日木村一郎の応援でお届けいたしました、ポスター、ぜひ全員いいです。それでは最後にアピール指導していただいて、皆さん暮らしに一緒に平和が良かったということです。木村一郎氏へのご支援、ご支持を大きく広げていただきますようにお願いを申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。これで日本共産党演説会を終わらさせていただきます。ぜひ今候補者を迎えますのでご挨拶させていただければ幸いです。皆様、本日お越しいただきまして